シクロシティトヤマ、アビレトヤマ丸の内ノステーションデンタサイクルとは、自転車を有料で貸し出す事業のうち、数ヶ月にわたるなど、長期の賃貸借ではなく、数時間くらいの短期の賃貸借を指す。また、貸し出された自転車自体を指すこともある。数部くらいのごく短時間の賃貸借で自転車を共有するシステムの場合は、一般的に、自転車シェアリング、バイクシェアリング、 シェア自転車などと呼ばれる。環境の保護や都市での渋滞や騒音、大気汚染の緩和を目指すために市民の交通機関の選択肢として都心部において安価、または無料で自転車を提供するコミュニティ自転車プログラムを実施する動きが各国で見られる。欧州では環境意識の高まりから導入されてきているものが多い。自治体などが主体になり、 自治体の各所にステーションを設けて行うコミュニティサイクルと呼ばれるシステムもある。このシステムでは多くの場合自転車をどのステーションにも乗り捨てで返却することができる。盗難や転売を防止するため明るい色で塗装したり単一の設計のものを使用するなどの工夫がされている。具体の事例としてはパリ、ロンドン、バルセロナ、ストックホルムなど 官民の共同によるもの、ドイツの数都市でのコールアバイクなど鉄道会社との協力によるものなどがある。また、観光地での不特定多数の利用を目的にしたものに、加えて、都市型レンタサイクル、自転車シェアリング、サイクルシェアリング、シェアサイクル、シティサイクルなどと称される利用形態がある。スマホの普及に伴い、2010年代後半よりスマホを利用した、 自転車シェアリングと呼ばれる新しいシステムが普及している。スマホの専用アプリに電子マネーをチャージしておけば、自転車に貼られた QR コードをアプリで読み込むだけで解除されて利用でき、街中にどこにでもあるチューリングエリアで乗り捨てできて便利である。自転車をごく短時間で多人数で共有するため、マナーの悪い利用者もいるが、利用状況が 自転車に搭載された GPS でチェックされているほか、信用情報もスマホのアプリに紐付けされており、交通違反や自転車の破壊などのマナーの悪い行為をすると警告が行われ、最終的にはブラックリストに乗り、他社のシェア自転車の利用は愚かすべての信用サービスの利用が禁止されるという形で、マナーの悪い利用者が出ないようなシステムにしている。 公共交通機関の新たな形と捉え直して都市部に導入されたものは利用者登録を前提とした特定多数の賃貸借によって運用され交通渋滞や放置自転車といった都市問題の緩和がなされるようデザインされているところに特徴がある。またタワーマンションなどの大規模集合住宅に導入されたものは特定多数の賃貸借あるいは共有によって運用され 強小な駐輪場の解決策及びマンション、経営者の新たな収入となっている。地方公共団体及びその外郭団体、観光地の観光関連業者などが運営し、鉄道駅、道の駅、案内所、運営者の店舗などで営業する。都市においては自転車預かり所、自転車店、一部のレンタカー、営業所などが多いが、専業のレンタサイクル業者や特定非営利、 活動法人の三角も見られるようになった。一部の鉄道会社では、鉄道沿線で展開を図っている例がある。複数の営業所を開設している事業者や、島並海道サイクリングロード沿道のレンタサイクルターミナルでは、貸し出しを受けた箇所とは別の場所で返却することのできる、いわゆる乗り捨て制度を設けているところもある。 歴史1973年のオイルショックによってエネルギー資源を海外に依存する日本では省エネが推進されたが1975年には滋賀県妖怪地市において日本初の無料貸し自転車が実施され同年運輸経済研究センターの報告書に省エネ対策の一環としてレンタサイクルという言葉が登場した第二次オイルショック後の1980年 建設省の委託事業として、日本初のレンタサイクルが平塚駅で共用開始され、他の首都圏各地でも導入が相次いだ。利用形態として、自宅と駅の間の利用を、準利用、駅と自宅以外との間の利用を逆利用というが、駅前に無料駐輪場がある都市では私有自転車に押されて、準利用、逆利用が共に伸びずに運用失敗。しかし、 駅前の駐輪場を有料にした埼玉県上尾市において日本で初めて運用に成功し通勤通学において朝は準利用逆利用夕は逆利用準利用と2名が計4回利用することで収益確保されたその一方1989年には大泉学園駅で500台と大量に導入することで 準利用を100%ながら運用に成功。その後、自転車貸し出場所を1カ所に限定した方法から、複数の貸し出場所を設けて、貸出場所間での乗り捨て可能な方法が、社会実験として行われ、シティサイクルシステムあるいは、コミュニティサイクルシステムと呼ばれた。2000年度までに、建設省が全国19都市を自転車利用環境整備モデル都市に指定し、 その他の自治体でも、旧来の都市型レンタサイクルや、シティサイクルシステムの導入が行われている。2010年に、ロンドンでは自転車6000台を導入して、ロンドンサイクルキャンペーンと題したレンタサイクル事業が始まり、大英博物館やバッキンガム宮殿など市内400カ所の駐輪施設から自転車を借りて、別の駐輪施設で乗り捨てることができるシステムが導入された。 ライト兄弟は1890年代にはまだ目新しかった自転車を販売する店を経営していた。また自転車を体験してもらうため貸し出しも行っていた。このビジネスが成功したことで飛行機の開発資金を調達することが可能となった。2012年夏から本格的に導入が始まったニューヨークでは自転車1万台を導入した。 レンタサイクル事業が始まり、マンハッタンからブルックリンまでの600カ所のステーションが設置されている。北京市内の歩道に乗り捨てられたモビケの自転車2016年後半より自転車シェアリングがブームとなり、2016年後半から2017年前半にかけて様々な企業の様々な色のシェア自転車が都市部に大量に出現し、都市の景観は一変した。 2017年中頃には競争の激化による淘汰の結果、オホーやモビケなどが生き残り、2017年後半より日本にも進出している。どこでも乗り降り自由なのが売りの一つだったが、大量の放置自転車が社会問題になったため、2017年3月に中国政府により駐輪場所の規制がかけられ、指定された駐輪場所以外に乗り捨てできなくなった。 大気汚染問題を防ぐため、政府も後押ししており、北京市などでは自転車専用レーンの整備などが進められている。ポロクル、デートバイクチヨクルメグル、チャリコボリンエコリン、レンタルシェアリングバークレーズサイクルファイヤーバイシング、シティバイク中国の各社のレンタルサイクルシティバイク2020年6月30日終了ヨーロッパ、北米アジア。ありがとうございます。